今回のネクスターズはサッカー界期待の小学生足富大将くんが登場。巧みなドリブルで相手を翻弄する彼の凄さに迫ります。マサマジックのチャレンジマジックはデポアイランドで衝撃サプライズ。今回も張り切っていきましょう。新時代情熱応援番組ネクスターズ。はい、ということで始まりましたネクスターズです。イエイイエーイ。この番組は新時代への新たなネクストスターネクスターを探していこうという番組でございます。いいね、強風の中ね。そうですね、ちょっと台風が近づいてるっていう。そう、さなかだから早く行こう。今回新たなネクストスターネクスターがいるとの情報を聞きつけ、ファッションさんがやってきたのは豊見城市にあるフットサル施設フットサルティーダイン沖縄。この場所にネクスターがいるということで早速向かってみると、華麗なドリブルで相手を抜き去る彼が今回のネクスター。サッカー界期待の小学生足富大将くん。現在ボアソルチ沖縄サッカースクールで技術を磨く小学2年生の大将くんは、4月にスペインで行われたサッカーバルサアカデミーアンダー8ワールドカップに出場し、6試合で7点を決める大活躍を果たしました。そんなサッカー界のネクスター足富大将くんの凄さに迫ります。大将くんさん、まあ、ネクスターズで番組あるけど見たことある？ある。あ、マジで？あ、そう。今回出れるってことになった時にさ、嬉しいなーなのか恥ずかしいなのか、どっちの方が強かった？嬉しかったけど、なんか今日になったらいきなり心臓がバクバクしてそっか、いいよいいよ、全然いつもの大将くんでいいんだよ、大丈夫だよ、大したこと、大丈夫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 、いいよいいよ。大将くんはサッカーは何、いくつから始めたの？3歳。3歳か。サッカー楽しい？はい。そっか。一番サッカーやっててさ、どんな時楽しいなって感じる？ああ、驚くわさ。ああ、そっか、そういうなんかすごい技とか決まった時に嬉しいんだ。まあもちろんゴールが決まっても嬉しいもんね。はい。そっかそっか。じゃあさ、大将くんの中で一番自信のあるプレー、このプレーならどの小学生にも負けないなっていうプレーってどういったところがあるの？フェイントとか、うん、相手が例えばフェイク右にフェイントかけたら、うん、相手も行くから、うん、そして左に。ああ、なるほど。まあ、じゃあフェイントが得意なんだね。ちなみにさ、あの大将くんは普段嘘つくの得意？まあ得意なんだ。あ、そう。じゃあそこがフェイントの上手さにもなってるのかな。あと父さんにずる賢いってよく。ああ、そうなの。お父さんにお前大将ずる賢いなって言われるんだ。そうなんだ。ちなみに大将くん憧れの選手っているの？マラドーナ。マジでマラドーナなの？あ、そう、メッシとかじゃないんだ、マラドーナなんだ。だいぶ上行ったね。あ、そう。なんでマラドーナ選手なの？もうドリブルバリバリ決めて、うん、ディフェンスを4人5人どんどん抜いていく。そうね、あの名シーンね。やっぱお父さんがお前お大将見てみろ、このマラドーナすげえだろって教えてくれたの？あ、やっぱそうだよね。大将くんは北谷町の出身で妹がいる2人兄弟。保育園の近くで開催されていたボアソルチ沖縄サッカースクールを見て楽しそうだと思い、3歳からサッカーを始めました。小さい頃から活発で体を動かすことが好きだった大将くんは、一生懸命サッカーの練習に取り組み、いろいろな大会で得点王や MVP を受賞するほどの選手へと成長。そして4月にスペインで行われたバルサアカデミーアンダー8ワールドカップにも出場し、6試合で7点を取る大活躍を果たしました。すごいですね。7得点も決めたの？すごいね、キレッキレじゃん。すげえじゃん大将。この辺は
ろんな国と戦うのスペインのチームだけ？まずグループリーグはスペカタルーニャと、うん、イタリアと、うん、スイスと日本を。おで総当たりしたんだ。で、1位突破して、おでトーナメント1回戦でスイス2チーム出てて A と B、 A に負けた。あーそうなんだ。いやでもさ、大将くんも7点決めたらすごいじゃん。やっぱちょっとうれしかった？あーやっぱ決めたら、ね、でも負けた時は悔しかった。悔しかった。もうサッカーやめたかった、ね、そこまで。すげえな、侍じゃん。さすごい。海外の選手を相手に持ち前のテクニックとドリブルで得点を量産した大将くんですが、海外選手のフィジカルの強さには驚いたといいます。これからはテクニックに加え体も強くしたいという大将くん。再び世界の舞台で活躍する大将くんの姿に期待したいですね。我々も応援しています。さあこの後はマサマジックのチャレンジマジックに、まだまだネクスターの凄さに迫ります。世界から注目されるマジシャンマサマジックが県内各所に出向き、学生に向けてランダムなアイテムで即興マジックを披露する挑戦企画、マサマジックのチャレンジマジック。前回に引き続きデポアイランドからサプライズをお届け。すいません、今お時間大丈夫ですか？マサマジック、はい、 Can I show you some magic? 全部カードバラバラですね。大丈夫ですね。 OK、ちょっと混ぜてください。マジシャンのトランプなんでよく怪しまれるんですよ。しっかりもごちゃ混ぜにしてください。はい、ありがとうございます。プロみたいですね、混ぜ方が。吉川さんが今混ぜました。全部もうバラバラです。 OK、 じゃあ吉川さんお願いします。指出してもらっていいですか？何でもいいです。好きなカード1枚タッチしてください。何でもいいです。今タッチしてもいいですか？はい、取ってで僕に見せないで、カメラにもお友達にもみんなにも見せてください。あ、みんなに見せる。はい、よろしいですか？はい、覚えました。中に戻します。はい、混ぜてください。はい、リップ。ごめんなさいね、感想がすごいですよ。お名前聞いていいですか？お姉さん、よしみです。よしみさん、よしさん、これリップちょっと手出してください。はい、もう一つ手で覆いかぶしてください。はい、持っててください。選んだカード覚えてますね？はい。何でした？言っていいですか？はい、K のハート。 K のハート、ハートのキング。そうです、はい、ハートのキング。今1枚カード移動したの気になりませんでした？感じなかったですか？なんかえ、分かんない、シュッてなんか感じませんでした？ちょっとゆっくり開けてください。リップキャップ開けてもらっていいですか？ええー、待って待って待って、開い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 て、多分ハートだ。キングのハートだ。びっくりした今。Feel something? Maybe. Can you take your hand out? Open the cap. Open the cap. Yo. That's fucking crazy. That's crazy. Yo. Is that your card? I don't fuck with magic that I'm not aware of. Impossible. I'm possible.It's amazing! サプライズ大成功。不可能を可能にするマサマジックのサプライズ。次回もあなたを驚かすこと間違いなし。これで僕のマジックは以上になります。皆さん最後まで楽しんでいただけました？それではまた来週お会いしましょう。 See you next week。 新時代情熱応援番組ネクスターズ。今回のネクスターは華麗なドリブルとテクニックで相手を抜き去るサッカー界期待の小学生、足富大将くん。大将くんは4月にスペインで行われたバルサアカデミーアンダー8ワールドカップに出場を果たし、6試合で7点を決める大活躍を果たしました。そんな大将くんについてボアソルチ沖縄サッカースクールで代表を務める
菊村さんに話を聞いてみると、まあ菊村さんはこちら活動して何年目ぐらいなんですか？25年目です。25年？あ、そうっすか。あ、存じませんでした。すごい歴史のある感じですね。ちなみに大将くんのそのすごいところ、はいはい、まあ、選手としてそのストロングポイントっていうのはどういったところなんですかね？はい、テクニックだけじゃなくて、あの判断が非常に素晴らしくて、はい、この時間と場所と得点スコアによって今ここで何をしないといけないかっていう判断力まで備わってるんですよ。はい、やはりこの木村さんが今まで見た小学生の中でも、はい、この子なんかちょっと違うかもみたいなところはやっぱ多々ある感じですか？ズバ抜けてますね。あ、マジですか？はい、僕が25年見てきた中でもトップクラスですね。はい、相当すごいね。じゃあね、はい、どういった選手になってほしいですかね？はい、もう本当に沖縄からなかなか代表定着できる選手ってなかなかいないんで、もうそこはぜひ目指してほしいです。そうですね、はい、大将くんは負けず嫌いな性格に加え、小学2年生ながら試合での状況判断も優れているという菊村さん。過去に出会った生徒の中でもトップクラスのポテンシャルを持つという大将くん、将来日本代表や世界の舞台で活躍する姿に期待したいですね。サッカー界のネクスター、足富大将くんの話を聞いてサッカー魂に火がついたパッションさん。ということでまずは大将くんのリフティングを見せてもらうことに。大丈夫？じゃあちょっと見せてもらっていい？いい？はい。おお、おお、おお、すげえ。おお、おお、すげえ。おお、すげえ。おお、すげえ。大丈夫？これすげえ。めっちゃすげえじゃん。一回あえて回転させてリフティングしてたの見てないね。ただ上げるんじゃなくて一回回転させて勢いを殺しながらちゃんと回転してるところがすごかったね。そうですね。やば、肩とかもなんかいろんな足の部分やってたね。さらにドリブルが得意な大将くんとファッションさんで1対1をやってみると。じゃあ大将くんお願いします。さあ、でも簡単にまた抜かれてるじゃないですか。え、それは油断しただけだよ。油断しないでください。はい、はい、来い、い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 い。ちょっと待って、口ひょーんする。あー、ずるい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 ね。インチキだよ、インチキ。おい、ずるさ出たね。ずる賢いって子って言われてたんだね。そう、忘れてた、忘れてた。こんなこと普通我々がするんだけど。さすが大将。さすがだね。まさかの方法でパッションさんを当てて見事ゴールを決めた大将くん。ずるいね。お見事。ネクスターの大将くん、そしてボアソルチ沖縄サッカースクールの皆さん、取材へのご協力ありがとうございました。サッカー界のネクスター足富大将くん、これからもサッカーの技術に磨きをかけ大きな目標に向かって頑張れ。はい、それでは大将くん目標を聞かせてください。バルサワールドカップで優勝する。イエーイ。じゃあ大将くん優勝するためにはこれからねどんな準備しましょうか？体を強くしたり、うん、もっと頭使ったり、うん、テクニックだったりいろんなことを学んでいく。あー、素晴らしい。足富大将くん、そしてボアソルチ沖縄サッカースクールの皆さん、これからも目標に向かって頑張ってください。せーの、 We are ネクスター。ボアソルチ。そしてこの放送をもう一度ご覧になりたい方は沖縄テレビ公式 YouTube をチェック。過去の放送や未公開シーンもあるかもしれないので気になった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。